はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の30日月曜日。今日のパートナーははい。明日はきっといい日になる、いい日になる、いい日になるでしょう。おー そう思えない日がちょっと続く中でございますけれども願いを込めまして明日はきっといい日になるという歌から始めましたこんにちは朝ヶ谷姉姉のえりこです妹のみほですはいうん、いい日になる気がしないなかなかねちょっとそう思えないようなせっかく歌ってくれてる姉妹の声がちょっと心気臭いみたいな感じ心気臭いみたいじゃないですかちょっとあのこの前ねライブでもちょっと歌わせてもらったのでね。それで歌ってましたはい もう、夜年並みでいろいろ考えてる。夜年並み。夜年並みも。ございますけど、まあ、願いを込めて歌わせて。お前少し腰曲がってね。えかやめてくださいよ。ちょっと。年のこととか、いいじゃないですか。なんかドレス着た女が、よぼよぼ入ってきたよ。はい、そうなんです。私の横には。こんにちは。文化放送アナウンサー、砂山慶太郎です。ええ、そして、ええ、月曜日は、花からこの方もご一緒で。はい、森永卓郎です。お願いします。

降るんじゃないかと言われてそうちょっとだけ降ってたぐらいでしたっけねなんか終わったとか朝日がついてねはもう俺はもう久しぶりに見に行ったんだけどありがとうございますご覧いただきましてかなり心配してたんですけどすいません本当にいやしかしねあのなんていうか本当にうちの事務所はまあ事務所結構総出でまだ若手二組入ってなかったけどもう 外から俺が見ててもこちらなんでこんな稼いでもいないのに仲いいんだみたいな稼いでないもなのにんだ、ね、<laughs> や本当にねね驚いちゃうくくらリスナーの方も来てくださった方何かいらっっしゃて。あ ラブレターズのため口さんが作・演出出演全部もしてくれて私たち若手のアシュアンド D の芸人総出演でやったライブが金曜日にあったってことなんですけど何週間前にため口さんがここで告知をしていた告知もしていただきましておかげさまで盛況に終わらせてもらいました噂さではいつもため口のその会に来てるけどそのまま移動しただけだっていうそういう噂もあるけど。 大きめだったんです今回はねお箱がで武蔵野公会堂そうそうそう素敵なところででもねあなんとか来てくださいましていやまあで見てて思ったけどやっぱしなんかなんかこう阿佐ヶ谷姉妹もなんかなやっぱりやっぱあちこち出てるやつはなんかねけいたろくん ちょっとなんか違う感じがあったよね、うん、なんかちょっと、ね、ちょっとやっぱし場数がなんか<い><し>作るっていうかいなんか他のやつとはちょっと違うまあ尾関なんかもちょっと良かったけど、はい、でもう <laughs> 美穂さんがあのブロックで人の頭を殴ってるのは大笑いしたよ。はいはい <laughs>

宛て書きしていただいて全員に見せ場みたいな形で作っていただいたのでみんな稼いでてならいいけど稼いでもなくて仲いいってどういうことなのかちょっと不思議俺見てても不思議だったよねその辺はね。あ大竹さんも もう、もう言っちゃってね、声でご出演いただいて。まあ、一箇所だけね。いや、もう。俺も、あの声ちゃってもっと、生きるように使うのかと思ったら。生きてもいい。滑って、滑ってない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 。状況的には、あの、尾関さんがなぜか巨大化してて。で、大竹さんを食べていて。胃の中に大竹さんがいたっていう。まあ、それを結局、大竹さん外に出た結果。はい 大関いい加減しろよっていう声だけ俺状況も設定も何も知らないで言ってるからそんな状況だったとは知らずで喋ってるから特殊な状況で大関いい加減しろよ滑る滑る聞いててあるだよ客席にいて俺も半分ぐらいになっちゃった小さくなっちゃった小さくなっちゃったあそこで締めていただいてね本当にねえっと エリコはこの一週間はライブを含めてどうでしたか？いやもうね充実してましたしね本当にねうんすごくあのライブでねしまってもう本当にでも結構練習もあれでしたけど何せあのそうねお話ししたいことといえば先週月曜日にねあのそのメインディッシュ にお越しいただいたあの西川清さんというねあのゲストの方が文芸春秋の方ですね文芸春秋の方ですかねがあの書かれたということでいらっしゃったあの本ですね世界金玉子というあの本がありましてこれもあるから西川金玉西川金玉金玉って呼ばれてるんですかそうですであの私はえっと多分うんあの番組冒頭でのご紹介からメインディッシュの 紹介最初のオープニングとかでトータル多分ね67回も「金玉」って持ってる持ってましたっけ頭だけでだって3回ぐらい言ったそう頭だけで3回ってあそっかじゃあもうもうずいぶんもっと言いましたねで美穂さんは多分最後の本のご紹介で1回しか言ってないんですよ 回回ぐらいでですすねだけなん本がそういうタイトルだからねしょうがないよね。けど何か私も本当に50年生きてて今までの人生で言ったことないぐらいそれをワードを言い続けてましたらちょっと何て言うか口に馴染んじゃったっていうとまた変な言い方ですけどね何か何なのかしら「金たまって」ってちょっと何か考えるようになってきちゃって。そうでなんか でその後あの地方の方でねロケだったんですよね、うんうん、でも結構なんか頭にこびりついちゃってっていうか、うん、でなんか美穂さんとねそのロケ始まる前というかなんかスタッフさんにちょっとマイクつけていただきながらとかした時にちょっとなんかなんかねぼそっとなんかなん 金玉って何なのかしらねってちょっとね私なんかねちょっとなんかその仕事中,中っていうかまあ仕事中なんですけどなんかつい口を出ちゃったそれじゃああの音声さんがねちょっとあのんかびっくりしてまヘッドホンだから。 多分だから私マイクもつけてオンになってたからそれ耳に入ってきて急にびっくりしたんでしょうねすんごい顔それこそ目がまあなんか金玉みたいって言うとちょっとあれですけど本当にもう本当にもうまん丸ま2つまん丸まのお目々になっちゃうぐらいの顔で見られた私なんか言ったかしらって言ったら。言葉挟むけど ね、いやいやいやんなんか今まで見たことない割とあのそれはお前が、はい、実際にたくさんの金玉を知ってる感じ。<laughs> あいやそう はないいですけど、いやだからそのな字,字の通りっていうかねなんかその玉のような目まあ、お,子お子様とか言うじゃないですかそういう感じでね玉のような目を <laughs> 玉のような, <laughs> 玉,のような玉のような目をしてたわけですよでそれであのそしたらなんかスタッフさんもなんかディレクターさ <laughs> んも「何の話ですか?」みたいになって「うんうん、いやちょっと実はこここういうことでねちょっと金玉についてのちょっと話があって私もちょっと金玉って何なのかしら」ってそれをねちょっと言っちゃったんですったら「うんうん、あ,あそうそういうことなんです分かりまして」も。 英子、あのー、さんの、の本,本番前は全然分かったんです本番になってからちょっとあの言わないでもらえるねありがたいですけどだそれは言わないです。うん、でもでもちちょっっと私もでも確かに転がしちゃって じゃあいやいやいな何か口のんていうのかしら何回も言っちゃってたんで月曜日にで火曜日のロケでやっぱりんかちょっとなじんじゃってたっていうかねだからそれで言い慣れちゃったっていうとあれですけどねだからちょっと気をつけなきゃなってそこで言っていただいてね気をつけますって言ってちょっと終わったってどうでもいい話なんですけどじゃあお前な何目見てもそうしたら卵見ても

金玉は連行してたけど、ね、意外となんか上品な感じで、あの、慶太郎君。この度もおはがきをいただいております。さい市の。え、美濃和さんという、え、大竹まことゴールデンラジオ、月曜日渡辺えりこさん。私宛に。ありがとうございます。え、何かしら。え、前略、毎日楽しみに聞いています。あなた様の言葉の美しさ。正しい日本語。 聞いていてて非常にに参考になります丁寧な言葉遣づみい、皆そのような言葉を使ってくだされば気持ちがいいんじゃないでしょうか。渡辺さん、これからも正しい日本語をお話しくださいますよう月曜は楽しみにしています。 この人も絶対。こいつもうあれだ。こいつじゃねえこの人もだって。ちょっと待って。じゃあちょっと待ってちょっと待って。もう今今のオープニング聞いてうちの中でどっか壊れてると思う。なんか知らないけどタモゴカなんかどっか投げちゃってるちょっと待って何ですか。金玉だと。

いいのちょっといやいや恐ろしいすいません美野さん違うんですあのありがとうございますまずありがとうございますで本当にすいません違うんですよ私あのちょっとなんていうのかしら本当にすいませんすいません申し訳ないすいませんいやいや美さんにもう二度と金玉とは言いません私はもう本当に二度と金玉とは言いませんって言っちゃってるんですよ今 もう本当に近ってる。本当に誓います。本当に美穂さんがこれからは言いますので。なんで私は正しい日本語、日本語正しい日本語ですかなっておっしゃってました。正しい日本語。森永さんララジオとまあテレビは絶対これダメなんですよね。ダメだと思うんですけど。そもそもね。あの文藝春秋の社長まで務めると、金玉って本出していいんだっていうのがすごく。 いや実は「うんこ漢字ドリル」っていう持ってしまあのブームが来た直後私複数の出版社に「ちんこ漢字ドリル」って作りましょうっていう企画書持ってって全部門前払いになったんですだからんで社長になると「金玉って書いていい 出版できて。副社長ですかね、一応ね。副社長。副社長は。でも、いや、でも偉いね、偉いさん。社長でも。しかも、文芸文藝春秋だよ。文芸春秋ですよ。な、なんで私の企画は全部門前払い。のかっていうのが。しかも、その、西川さん、あれですよ、なんか。テレビじゃ宣伝できないんで、一つよろしくお願いします。ラジオにお越しいただいて。いい宣伝するというか。それを真に受けて、あの。えりこさんが。はい。

いだから、えり、だからえりこさんにおこうのは見当違いだよね。あとはあのう、僕自身のふあのう、副編集長。なんかね。石川さん、副社長でした。副社長、副社長。エラーさんなんだよ。あいつが悪いな。なんかもう、ちょっと本当になんかもう、だって本当にもう、あのね。 もう箕輪さんに言っちゃったからあれですけどそのことを考えてなんかちょっと丸くなってましたもんねお顔もね若干丸かったですよ本当にちょっとそう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 そったうそ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 よそう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 ううそ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 う

ちょっと子供っぽいなと思ったけどねまあ楽しく後半は特に盛り上がって面白かったね桂太郎くねちょっと感想も来てますのでご紹介したいと思いますけどこちら梅崎みやびさんですねラジオね金曜日のため口スーパー生誕書を拝見しましたよゴルラジリスナーとしての見所一つ目は阿佐ヶ谷姉妹のアクションシーン普段からコンクリートブロックを愛用しているんじゃないか としか思えない美穂さんの微笑ましいけれども容赦ない必殺の一撃を大関さんねガツンとやるわけですよね,すねえ多めのセリフをものともせず、はい、拳銃やドスの武器さばきもとてもキレがよく生かしてた絵里子さん映画「キルビルバリの」のやっちまいなという掛け声も鋭く会場に響き渡っていました、はい、そ,まそんな緊迫場面のさなか倒れ込んだ美穂さんのめくれ上がったスカートをパッと直してあげる優しい絵里子さん <laughs>

うん、え特徴が大変うまく生かされているようなお二人の登場シーンはとても見応えがありました2で二つ目は予告にもありましたように、うん、大竹誠師匠がどんな形で参加してたのか、うん、ということ、うん、劇中巨大化した儀・惣関さんの胃袋から吐き出され帰還した大竹さん <laughs> 一言だけの声の出演来たそこかととても面白かったんですが、はい、どうやら話によると、まあ、終盤ですね、うん、あの大竹さんが会場に来てたそうじゃないですか。はい 失礼ながら突っ込みます。なん、はい、で。来てるんなら直接出ないんだと。<laughs> まあ、こういう声も来ています、ね。いや、だから、もうね。はい、私にもいろいろスケジュールある、ね。<laughs> そうそうで雪は降りそうだったし、ね。はい、わかりました。やまたやまた。ありがとうございまスーパーセンター。ス 生誕書を見に行きましたえ、終始これは一体何を見ているんだろうという気持ちでしたがお腹のそこから笑い気づいていたら涙が出ています泣いちゃダメ特に朝ヶ谷さんの普段見られないような場面がたくさんありとても嬉しかったですお忙しい中でのあのセリフ量運動量本当にお疲れ様でしたいいな褒められて腰曲がりましたよそもう。ねいピストル撃ったりとか盾やったりとかいろいろ 終わってね携帯6人たちと飯食いに行ったんだよそうなんですね全部食ったんだけどなんかちょっと頼みすぎちゃってステーキがね丸々一個ね、四人で食おうって言ってたんだけど来てみたらちょうどステーキが出る頃にはお腹がいっぱいになっちゃったステーキ食えなかったあらステーキもったいない であのもったいないしと思って一番家族いるの誰かのたらケ圭太郎君のとこだから圭太郎君にちょうど全部持って帰っていただいて結構大きめの素敵でしたけど美味しくていいですね細かく切り刻んでやったんですけどそれでも僕切れぐらいしか残ってないような大人気だったんですけど相当美味しかったみたいでなんかこれ。 一緒にこうトッピングで塩とソースがついてた、はい、このなんか塩がうまいぞって,って、うん、昨日あの家族でその塩を舐めるっていう<え> <laughs> 肉、肉じゃなくて塩もうまいぞってこれ肉だけじゃない塩もうまいぞって,って昨日はね塩がいお例ととは肉、昨日は塩が大いなさすがさすがでしたね。 いやね俺はね家族で塩舐めてる映画浮かんでねちょっと悲しい感じにこの塩うまいぞお前食ってみろよ。家族全員で舐めてたお兄ちゃんこの塩うまいパパありがとう塩塩持ってきてくれてありがとうそんな家庭になっちゃうからいいい情景がじゃあその 砂山家にもじゃあちょっと幸せが行き届いたんですねは,はいはいまあね寒いそんな一日でしたねありがとうございまし金曜日でしたっけねはい経太郎お願いしますはい、えー、まずこちら朝日新聞、えー、社会面ですね、えー、育休中育児休業中のリ,リスキリング後押し 総理答弁に批判高ままるとあります岸田総理が掲げる異次元の少子化対策に絡み育児休業中の人らのリスキリング学び直しを後押しするとした国会での総理の答弁に批判が高まっていると、うん、育児の実態を理解しているのか疑問視する声が上がっていますということなんですがこちら、27日の参議院の代表質問ですね自民党の大家聡さんの代表質問の中に 育休、産休の期間にリスキリングによって一定のスキルを身につけたり学位を取ったりする方々を支援できれば逆にカリアアップが可能になることを考えられるとこれにまあ総理が後押ししますと。 いう言葉を足したわけなんですけど、えー、まあこれに対して小説家の平野慶一郎さんですね、えー、何のための産休・育休なのか自分で子どもの世話をしながら学位を取ってみろと投稿、うん、IT 大手サイボーズの青野社長は赤ちゃんを育てるのは普通の仕事よりはるかに大変子育てをしてこなかった政治家が言いそうなことですねと SNS に投稿しています。えー、さらには えー、末富香織さん、日本大学の分離学部教授教育行政学の先生ですがこの方は出産や育児への理解に欠けたやり取りだと言わざるを得ないと、えー、育休は休みではなく赤ちゃんの授乳やおむつ交換、うん、寝かしつけなどがひっきりなしに続く多くの人にとって学び直しは現実的とは言いづらい。うんえー、そして同じ末富教授は 子育てによるキャリア停滞を防ぐのは雇用主の責任、今回のやり取りは労働者個人の責任にすり替えていると言えると指摘また、なぜ国会で質問されるまで誰もチェックできなかったのか自民党が児童手当に対する所得制限の撤廃方針を示したのは評価できるがそれを帳消しにしてしまったと話したとあります、はいまあ、おそらく官僚の人が一生懸命書いたんだろうね。うまあ、それを読んだ読んだだことになるんだろうけど まあ子育て中にね育め、育、それで大変なところになんか別のことにも利用できますよみたいなそうです、ね、と言っちゃったと東京・支部のこちら特報部の、うん、え看護師の、はいまあ、宮子ずささん、はい、この方も、まあ、育休中の学位取得ということで、うん、今日、本音のコラムに書かれているんですが。うんうん 女性ばかりが子育てを担わされる状況で担わぬ男性からせっかく休んでいるんだからついでに何かをすればと声をかけられるこれは深く女性を傷つける無神経なこと夫が言ったら許せないことを政治家まで言うなとおっっしゃっています、はいはい、森山さんはいかがですか。いやだからまあ、岸田総理は子育てての実態を分かってないっていいなう、うんうんうん 問題が一つと、はい、もう一つリスキリングすれば誰でも成長産業に転職できるっていうのも大きな間違いなんだと思いますよだから今度ね春休みかなんか取っていただいてです、ねはい、岸田総理自身がリスキリングして IT 技術者になってみろ。うんうん っ私は言いたい、うん、言いたい言いたい <laughs> やってみなってできないから。あえてギリシャになってみろって言いたい <laughs> 絶対できないと思いますよ。そうですよね。うん、その間にこれもうちょっと日々の生活の中かで積み上げていくことですからね、うん。あと若い人はできるかもしれないけど、うん、おっちゃんおばちゃんは難しいと思いますよ。うんうん、まあでもそんなに年取って 子供を育てないですからね。いや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 ,いやリスキリングができない。うん、リスキリングの方がね、大竹さんだってもう I T 技者なんかなれないでしょ勉強したって。何にもなれませんよ。多分朝方でも無理じゃないかなって私は。いやいや本当本当ですもうん本当にきま。いやいやいや ね、ちょっと振られ方も失礼だけど、ね、ね、<笑><笑>できるわけねえじゃないけど、IT 技術なんてね、いいか他の何にもできない、ね。いやいやもう本当セリフだって覚える、うん、もうこぼれ,れ、日のようにこぼれ,れ落ちてたんですから <laughs>、うん、もう本当に、うんうん、とんでもないですよね。はいそういうことがまあ国会でまた今日もねちょっと言い訳をあの国会でまたおっしゃってましたけどね。うん、はい。そして次です。うん、えこれ先週のまあ金曜日になりますが政府が 新型コロナまあ感染症補助の扱いをまあ二類から五類へ五月八日からまあ引き下げる、はい、ということを決めました、はいえー。これに対して今日の毎日新聞ですが第八波解除増え病院疲弊という記事が出ています。はい、患者の退院。 大半高齢者ということなんですが、うんえー、新型コロナウイルスの感染の波は収まらず医療機関が逼迫しているもともと患者を受け入れる医療機関は限られる中高齢者が多いため解除が必要で数字以上の負担が医療現場にかかるこれまでの波で一番きついという悲鳴が上がっているという、うん、まあこういう書き出しで始まっているんですが水戸の赤十字病院の、えー、先生ですね、はいえー、防護服を着た看護師が高齢患者の食事の世話に 追われていると、まあ、さらには別のこれ茨城の呼吸器疾患の相良先生という病院の先生のコメントも載っているんですが、えー、介護のケア度は上がっており負担は大きいと、えー、そして、どういった点を五、まあ、類に引き下げてです、ね、どういった点を機能的に動かしていくのかの方向づけや浮き彫りになった医療機関の脆弱性を解消した上で五類へ移行するべきだと注文するとあります。 さらにはこちら、埼玉医大総合医療センターでコロナ患者の対応にあたる岡教授という方のコメントも載っているんですが5、えー、類へ移行して、えー、行政による入院調整がなくなれば医療逼迫に拍車をかけると岡教授は警鐘を鳴らす、えー、積極的にコロナ患者を見る医療機関を支援することが必要だと提言するとあります。はいえー、とね 巷ではね、なんかこう年寄りに対してね、うん、なんかこうこのことも含めて馬捨て山状態になってるで森永さんもこう年寄りを結構切り捨てていこうとしてるんじゃないかっていうご意見をおっしゃいましたよねだって高齢者は集団自決するしかないっていう経済学者があちこちのメディアでこう重用されている。うんうん おかしいと思うんですよね。うんうん、だって死んじゃえっていうことじゃないですか。ね、本当にちょっとね、岸田総理だって高齢者ですよ。だから死んじゃえって言われてるのに、なんなんですかね。うん、えーえー、もちろんそれもありますけども、二類から五類っていうのがね、やっぱりなんかこうどっちにしろなんかこうこうインフルエンザ並みの扱いにして。 ちまた、あのどの病院でも見られるようなこと言ってるけどそうじゃないですよねいや。だってインフルエンザだって、うん、全部の病院で治療してくれる、うん、あの入院させてくれるわけじゃないのでうん,、うんうん、うんで今ね多分今週中に第8波の死者が、はい、東日本大震災の犠牲者を超えるんですよ。 第8波だけでだけでだからすごい大災害なんですね騒当はで医療現場ももうパンパンに逼迫してるわけですよそこでねなんかマスク外すの決めちゃう含めてねあとあれですよねこれ第8波が収まった時収まるとしてですよま 第9波のなんか可能性だってまだないわけじゃないですよね。いや私はかなりあここは専門家じゃないんですけど、はい、ただ今までの経緯を見ると、ゴールデンウィーク開けた後ドーンと増えていってんですよ、んなぜ今回だけそれがないのかっていうのは私は不思議でしょ怖、はいしかもねもう全数把握とかっていうのをやんなくなっちゃってるっていう、うん。でも全数把握しなくても、うんうん 亡くなるる人は増えるんですよ、はい、波がくればいいのかなってそれでいや本当に本当にいいのかなあとげどっちにしろこう現場は逼迫してるし<ー>まあなんかこうちゃんとした治療薬ももらえるかどうかも、うん、今のところまだないですよね。いやそれね今の体制の中でも私の周りで結構かかったんですけど。 全員自宅待機を命じられただけで、うんはい、薬もらえた人一人もしないんです私の周りで圭、はい、太郎君も食料はもらえたらしいですそうですね私も薬は自分で買った今の段階で薬ねで誰ももらってないんですよねだから五5類になったらますます薬ももらえなくなるんじゃないですかあ、ま、たそれあれあばいいけどねでも薬も薬多分 段階的に段階的に自己負担になったらっていうので保険が効いたとしてもやっぱり親子は10万円ぐらいするやつが保険効いて3万円ぐらいっい3万円の薬もらいますかねに自分じゃちょっと買えないですよね3万円の薬なくてもギリギリ治ったっていうみんな過去がありますからね実績といやただこれ森永さんもおっしゃったように お年寄りの方はやっぱり重症化リスクがめちゃくちゃ高いんで、うんはい、その時に薬がもう手に入らないか？それとも値段も3万円前後みたいなことになってくといやーちょっとねーっていう風になりますよね。そこそだ,、ね、<laughs> だから、うん、なんかそんなことは誰も言ってないんですけど、うん、なんか年金生活で金のないやつは死んじゃっても仕方がないと思ってんじゃないかっていう気もしないでもないですけどね。ね、うんうんうん 国会に,にいる人もねこの間、ちょっと年齢見たらみんな70歳以上の人が重鎮がたくさんいるんですけど、はい、自分たちには被害は来ないと思ってるんですかあれはそうじゃないですか自分たちはお金があるからかかっても大丈夫だと思ってるんですかね、うん、あと、まあ、しょっちゅう両店に通ってて人と接触してないのかもしれないですけどね、うん、ち, <laughs> ちゃんと電車も乗らないし,<ー>しっかりしたお部屋にいるから大丈夫なんじゃないかと。 えー、ますますなんかこうなってくると余計なんかこうこの健康的で文化的な生活を営む権利が奪われていくような気がしますね。すねはいまあ、ちょっと課題はちょっと追加で、うん、言っとくと、まあ、病院に関しては結局全医療機関が受診できますよっていう表向きにはなりますけど、ね、まあ院内感染が心配で結局診療を受け付けないんじゃないかとか、うん、あとはこう。 病床確保をされてますけど、まあこの病床の確保にまあだんだん協力してくれなくなるんじゃないか。うん、で時間がかかって、まあいわゆる入院の手配とかもやってくれなくなるので、はい、まあ結局こう入院調整が大変で出回っている間に症状が悪化しちゃうんじゃないかとか。うん、本当に中の方も大変ですね。で、どっちにしろまだ後遺症の問題もねはっきりしてないしね。えー、本当に本当に、うん、解消もしていない,い。不安なのにどうして。中でこういう 5月8日の連休明けに5類ね五<あ>、うん、5月8日からいやいだから私はもし賭けをするんだったら、はい、78割の確率で第9、はい、波が、うん、来る気がしますけどね,、うん、ねまあウイルスも変異すればねし、うん、アメリカなんかじゃもう変異が始まって日本にも少し例が入ってきてるっていう ことでしょ海外からも人がいっぱい入ってくるわけですからただあの、ね、森山さん経済学者だから経済の方を回さなくちゃいけないっていうのもなんか背中に差し迫ってきていてっていうことですかこれは。ん,なんかね今おかしなことが起こってて中国はあの春節で人手が9割戻ったんですよ大丈夫じゃんっていうことになって、うんうん、今中国の株価が猛烈に上がっているっていう。う <laughs> あれも大丈夫なのかなっていうそれとも実態がわからないのかよくわかんないですよ、うん、中国もあんだけ人が動いたら、うん、また感染広がるかもしれないなって思うんですけど、うんうん、まあ日本政府は大丈夫だと思ってんですよねでもでもヨーロッパもアメリカもやっぱり経済の方に舵は切ってますよねそれでも、うん、切っててでもまあ だから、年寄り亡くなってもしょうがねえって、世界中が思い始めてるのかもしれないですけどね。え何歳からが年寄りですか。何歳？本当に、何歳？いやいや、私たちも年寄り、年寄りずっ俺なんか年寄りも年寄り。年寄いいとこなんだけど、いいとこなんだけど、必死に生きてるわけですけど、これでこういう職場でもちょっとかからないのも。 もう帰って不思議だと思ってるくらいなんですけどね,ねさあ今日も始めましょう